はい、どうも皆さん、こんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、i o s t ポルカドット、カルダノエイダ、えー、クワンタム、えー、今日は7通貨見ていきたいと思います。今日が2021年の10月の11日月曜日、えー、今が19時29分を回ったところです。今日からまたね、新しい1週間が始まりました。えー、今日の仮想通貨市場、ビットコインがですね、かなり強い動きを見せているという状況なんですけれども、まあ注目のニュースだったりとか、あとはですね、オンチェーンデータ見ながら、今後の動向をですね、分析していきたいなというふうに思っております。えー、動画に入る前にですね、1点だけ押し お知らせでこの後21時からですね僕が運営しているトレードスクールグローベーズの10月度のですね募集を開始したいと思います今回は定員50名ということで50名に達した時点で募集ページを締め切ろうかなというふうに思っておりますのでもし興味のある方は以下の概要欄にですねリンクを貼っておりますので詳細そちらからですねご確認いただければと思いますじゃあ今日の仮想通貨市場の動画からまずは見ていきましょう え今日の仮想通貨市場ですけどもビットコインがですね3%ほど上がってきてでイーサリアムも,も結構、ね、上がってきているかなという風な状況ですよね、まあ、主要通貨を中心として結構、ね、上昇してきてるという風な状況があるんですけれども、まあ、その中でまだですね明確な報告感が出ていないポルカドットだったりとかカラダのエイダですね、えー、その辺りが今後ですねどういう風な展開になっていくのかそれからどこでエントリーしていくべきかというところもですね含めて今日はね見ていきたいなという風に思っております、えー、このチャンネルでは仮想通貨関連それから世界経済のニュースピックアップした後に相場分析と戦略構築をやっていくチャンネル になっております、えー、毎日見ていただければです、ね、相場分析のやり方とか戦略構築のやり方がです、ね、身につくような構成にしておりますので、えー、ぜひチャンネル登録いただいて毎日見ていただければ嬉しいなという,ふうに思いますじゃあまずは今日のですね世界の株価見ていきたいと思います今日の日経に関しては28,490円ということで1.6%ほど上がってきました、えー、今日のです、ね、アジア市場ですね香港に関しても1.9%上がっているという状況がありますので、まあ、アジアはです、ね、結構堅調に動いてきたかなというふうな状況ですよねでその中でまあ欧州に関してもです、ね今その そんなに大きな動きはなく今推移しているわけなんですけれども、まあアメリカ市場もですねそんなに大きな動きにはならないんじゃないかなというふうにです、ね、個人的には思っております。で、今週のです、ね、注目の経済指標なんですけど、えー、今週はなんといってもですね大きなのが1つ控えておりまして、10月の13日水曜日ですね、えー、21時半から消費者物価指数、CPI がですね発表されます。えー、それと FOMC の議事要旨もですね発表されるということで、このあたりです、ね、水曜日の21時半、それから、えー、FOMC の議事要旨に関しては27時ということで、午前3時になりますけれども、このあたりが最大のですね注目ポイントになってくるんじゃないかなというふうにです、ねえー、思っております、でそんな中で今日、ですね仮想通貨市場、まあ、盛り上がってきたわけですけれども、そんな中で、えー、と昨日ですかね、えー、ウールブロックチェーンさんの方がですねツイートしておりますけれども、この1000万ドルを超えるトランザクションがですねめちゃくちゃ上がってきているというふうな状況なわけですよね。えー、ここ最近今ずっと上がってる ということで、ま史、あ、上最高値の6万5千ドルをつけたあたり。 よりもですねさらに数十パーセント上がっているという状況で非常に今、過熱感を伴ってそして取引量もですねかなり大きなボリュームで取引されているという,ふうな状況があるわけですねまあこういったところからも、えー、かなりです、ね、強気の状況になっているというのは間違いないんじゃないかなと思っていますそれからいつも見ている小口大口のですねアドレスの推移なんですけれどもビットコインに関しては0.1以上も1以上も10以上も100以上も、まあ、全部ですねまだまだ上向きということですよねで1000以上それから1万以上 市場に関してはほぼ横ばいということでまあ連日ですねこの動きっていうのは変わってないですので引き続き強気が示唆されているという,ふうな状況じゃないかなと思っていますで特にですねデリバティブ市場も激しくですね、えー、強い状況になっておりましてまあお オプション市場の縦局に関してもずっと軒並みにですね、直近では見られなかったぐらいの量を記録しているということですし、まあ、先物の,の縦局に関してもずっとですね、上昇ですよね。なので、まあ、現物市場だけじゃなくて、デリバティブ市場含めて、もう市場全体としてですね、仮想通貨市場、特にビットコインが盛り上がっているっていうところがですね、このオンチェデータから明らかになると。まあこれは当然ながら、現物価格もですね、支える一つのね、大きな要因になるんじゃないかなと思っていますので、 まだ、ね、この状況は衰えるような環境ではないかなというふうに思っております。 あとは直近ですね、見ているステーブルコインの回遊力を見ていく、この SSR という指標もですね、直近そこを打ってから上昇に転じてきてますよね。これがアッパーバンドまでですねタッチする頃には、価格もですね、一気に市場最高値を超えていく可能性もまあ出てきているということで、こういった指標もですね、強気が示唆されているというふうな状況ですよね。他にもね、オンチェーンデータ見ていきたいところはあるんですけど、ちょっと時間の関係もありますので、まあ、総じてやっぱり今ね、強い状況になっているっていうのはまあ間違いないんじゃないかなと思っています。この状況を踏まえまして、 今日の相場分析ですね。入っていきたいと思います。 はい、それではですね、まずはビットコインの4時間しから見ていきたいと思います。今のビットコインの価格が5万6400ドルですね。え日本円でいうと、えー、637万円付近で推移しているという状況ですえ。こちらのチャートなんですね、まず見ていただくと、これ、すごいヒゲが出ていますよね。これ、ビットスタンプっていう取引所のですねチャートを今映しているわけなんですけれども、ちょっとビットスタンプさんでですね、大きなフラッシュクラッシュのような下げがあったということがですね、えー、ニュースでも報じられています。で、これに関してはシステムの障害とかそういう話ではなくて、 大きなですね売りが入ったということが言われているんですねもしかすると結構大口のですね何か売り仕掛けのような形でですね、えー、仕掛けたんですけども、まあ、不発に終わったとか、まあ、そういう状況もですね考えられるんじゃないかなと思っています、まあ、それだけやっぱりね、えー、買い需要が今強いということを表しているんじゃないかなと思います、まあ、これに関しては完全にあの僕の予想的な話になってますので 気にしていただかなくていいんですけど、まあ、他の取引所ではこういうことが起こっていませんので、はい、あのそんなに気にする必要はないかなと思うんですが、えー、話を戻しまして、えー、今の4時間足見ていくと、まあ、昨日ですね言っていたこの5万6千ドルを超えれば、一気に抜けるかもということを言っていたんですが、今日まあ抜けて、一旦戻してきているかなという状況ですね、で昨日もここを言ってましたここを守れるかどうかということを言っていて、5万4500ぐらいのところですね、はい、ここをしっかり守って、一気に反発したというところが、すごく、ね、大きなポイントだったんじゃないかなと思っています。でこうなってくるとやっぱり やっぱりね、直近の重要なラインも抜けましたので、えー、ここから戻ってきた相場もね、しっかり買われて、えー、5 8000ドルの抵抗ラインをですね、試していく展開が望めるんじゃないかなという風に思っております。冷やしで見ていくと、まあこんな感じですよね。結局、まあこの日は気にしなくていいんですけれども、えー、ここの上昇トレンドラインをきっちり守って、えー、反発してきたという状況ですので、まあ、一時ね、5万、えー、7000ドル付近まで上がっていましたが、若干ね、抵抗されましたけれども、まあ、やっぱりここの直近高値をですね、超えたというところはもうめちゃくちゃでかいですね。この大きくひ ヒゲをつけた2本のところのですね高値を超えたっていうところはすごく大きなポイントでしたのでまあ5万8 0ドルまでは順調にですね上がっていくんじゃないかなという風に思っておりますはい RSI 東の RSI 見ても特に問題はないですね、えー、ただしやっぱりちょっと気にしておかないといけないのは移動平均線からの乖離幅がっていうのが、えー、非常に大きくなってきておりますなので皆さん感じるところではあると思いますけれども非常に過熱感は伴っているという風なところは、えー、間違いないところですよねなのでまあ今からね5万8 0ドルとか6万ドルまではおそらく到達すると思うんですけれどもまあ一つ こういったところで一気にですね売り叩かれたりとかっていうことは想定しておかないといけないかなということですね、まあ、直近今年のですね2月や3月4月の相場においても一気に高値を試していく状況において大きなですね調整っていうのは幾度となく起きているわけですね例えばここのですね2月ぐらいの状況だと一気にですね20%を超える暴落がですね1日の間に起きたりとかそれぐらいの幅のですね暴落っていうのは過去ね何回も起きているんですねなのでちょっとここまで えー、堅調にね、推移してきました。で、ここの1月ぐらいの相場とですね、同じような感じで、もう爆破げのような感じでね、加熱感を伴って上げてきてますので、まあ、6万ドル付近で一旦ですね、こういう大きめの調整が起きてもおかしくないっていうところは、しっかり頭に入れてですね、今デイトルで攻めていくのであれば、一旦ですね、利益確定しておくとか、部分的に利確しておくとか、まあそういうふうな戦略はですね、必須になってくるんじゃないかなと思っています。一方で、そこからですね、大きめのこういった下落がですね、もし発生した場合は、かなり大きなですね、チャンスになってくるんじゃないかなと思っています。まあ、ちょっと今のこの勢いはですね、 もう短期的に止まるような感じではないかなと思っていまして金融市場のインフレだったりとか、まあ、中国の懸念だったりとかそういうのも含めて、えー、ビットコインですね今やっぱり注目が集まっているというところだと思いますのでまだまだね、えー、あの中長期的に見ると上げていく要力はあるんじゃないかなと思っています続いてイーサリアムなんですけどこちらからちょっと4時間足し見ていきたいと思うんですが、えー、とイーサリアムに関しては昨日ですね動画でお伝えしていた通りの展開となりました1回3400ドルをつけて、えー、そこから急反発されましたよねでこの下げがですねどういう意味を示すかというとやっぱりこの 3, 400付近このね赤のレンジを抜けたところからですね息に伸びてきているわけですけれどもここではやっぱりしっかり変えるよということがですね今回の下げによって確認されたかなという風な状況だと思います、えー、これ V1 回復してきたというところは非常に強さをね、えー、表していますので、まあ、出来高がちょっと上がっていないというのは気になりますけれどもやっぱり今からですねこの3640付近のこの水平線ですねここは抜けていくんだろうなというところがですね今の僕の感想となっておりますで東でも見ていくんですがやっぱり MacD がですねプラスス圏、えー、ゴールデンクロスからのプラス に入っているというところとあれさえが50を回復して、えー、どんどんですね上げてきているというところからも、えー、もっともっとですねやっぱり上げてもおかしくないかなということですねで20と5 0円目が下に控えておりますけれどもこういったところのサポート圧力がですね加わって、えー、3600は抜けてですね4000ドルぐらいのところですかねはいこの辺りまではまあ十分ですね狙える環境となったんじゃないかなとまあここの確認がですね大きかったですよねはいなのでこれを抜ければね短期的なまあトレードのですねちゃんとチャンスになってくると思いますし、えー、かなりですね大きな勢いを伴って上げてくるんじゃ じゃないかなというふうに個人的には思っております XRP に関しても直近若干ね上げ止まりましたけれどもしっかりこの1.1を明確に抜けているっていうところは直近の相場とは全く近く、えー 異なななるとところじゃないかなと思っています東で見ても移動平均線密集からの今からですね拡散に向けて動いてくるという風な感じの前触れですよねなので今から本当に移動平均線の位置関係とも見ながらやっぱり上をですね狙っていきやすい環境が整っていると思います出来高もですねやっぱり上がっていますし RSI や m a c d も先ほどと同じくですねいい感じになってきておりますのでまずはですねこの1.4ドルを試す展開というのは、まあ、かなり近い将来にですね起きるんじゃないかなという,ふうに個人的には思っております はいで iOST なんですけど、ちょっとね弱い展開がまあ直近続いているわけなんですが、まだですねこの5.3セントは一応守っているという,ふうな状況ですね、ただし、これもどっちに動くかはまあはっきり言って分かんないですね、マックリーも横ばいで、レ s i も横ばいで、出来高も全然上がっていないという状況ですので、かなりまあ危険なんです、ね、状態にはなっているんじゃないかなと思っています、でこれまではこの5.3セントを抜けても下4.6セントあるからということをお伝えしていたんですが、昨日の動画でこの5.3を抜けられたらちょっとまずいかもということをお伝えした理由としては、 やっぱりこう長らくですね三角持ち合いで動いてきてそれを抜けて、えー、上に上がるだろうという風な機運の中で上げきれなかったとっいう状況な,なわけですよねで。その中でここのね、ま、ずっと守り続けてきた5.3付近を、えー、下に抜けられるとなるとやっぱり心理的なですね影響っていうのはでかいんじゃないかなという風に個人的には思っているわけですね。なので、まあ、4.6セントは意識されると思うんですが急反発のような形でさらに勢いを増してとていう風な環境にはなりにくいんじゃないかなという風に思っております。なので、えー、ののででところころ5.3すね守れば まだまだですね上に行く可能性があるんですが一旦こう割り抜けてしまうとちょっと厳しい展開がさらにね続いていく可能性があるということでここがちょっとね警戒したいポイントじゃないかなと思っていますただそれはあくまでね短期的な話でやっぱり中長期で見るとまもっとね下げようがやっぱり移動平均線とのですね位置関係を見るとまだまだですね上昇トレンドというのは続いていくという風に見えるかなと思いますま日足で見てもマックリーが今横ばいですけれどもどんどんマイナス圏に入っていくという風な相場環境ではないですのでまずっと横ばいを続いてもしくはねじりじり下げていくような感じ 環境が続いたとしてもまあ、その後っていうのはまたですね8セントに向けて上昇してくるような相場環境になるんじゃないかなという風に思っております続きましてポルカドットなんですけどこれは引き続きやっぱり強い動きがですね展開されているかなというところですねで直近でこのですね38ドル付近ですね直近高値付近をまあ試したんですけど、えー、なかなか上に行くことができていないという風うな状況ですであとはやっぱりどういう状況が考えられるかというとここから20円目がですね上がってきてタッチしてそのサポート圧力を利用して一気にですね伸びていくっていう風うな相場がやっぱり考え 安いんじゃないかなという風に思っております貯金何度もねこの2 0 m 目を起点として上げてきておりますので、えー、ここからねさらに一段まあ、伸びていって40ドルを超える展開っていうのはですねやっぱり考えやすいかなというところですねで,でその次っていうのはまあ、貯金高値の50ドルもありますけれども、えー、もっともっと抜けて60ドルとかねこういった 抵抗チャンネルの上限値にま2倍ですけど、ここの上限値付近までを試す展開っていうのはですね、十分期待できるんじゃないかなと思っています。で、カルダノなんですけど、カルダノちょっとね最近見てみませんでしたが、まあ、ずっと横ばいだったわけですね。で、その中でも三角持ち合いをですね、綺麗に作っているという風な環境になっているわけですね。で、ここは結構大きいかなと思っています。で、直近でこの高値切り下げラインもしっかりね、抜けたんですけど、まだまだ抜けきれていないと、抜けきれてないというか上げきれていないという風な状況ですね。でその中で4時間足レベルで移動平均線がもう完全に密集しているという風な状況 でえー、その中でも安値を切り上げながら三角持ち合いの形で動いているということですね、収束ポイントは10月の17日ということなので、えー、今週末ということになり,になりますけれども、まあ、それまでにやっぱり、ね、大きく動いてくるという状況になるんじゃないかなと思っています、ちょっと出来高も、ねえー、少しずつ上がってきているかなという状況もありますので、えー、なんとか、ね、この移動平均線を超えて、えー、2.3、ね、ドルを超えれば、一気にです、ね、上は開けてくるんじゃないかなと思いますので、そこから大きな買いがです、ね、入ってくるという可能性は十分、ね、考えられます。 いかなと思っています最後、クワンタム見ていきたいと思うんですがまず短期的なところを見ると直近上に上げたんですけど一旦落ちてきたとただね、ね出来高がやっぱり過去とは全然違いますので非常に今ね注目が集まっている通貨の1つなんじゃないかなと思っていますはいで移動平均線的にも、ね、上昇に向かってくるという風な形状になっておりますので 今から上げていく可能性というのは、まあ、ある形状になっているかなということですね。で、冷やしで見るともっと、ね、顕著なんですけれども、やっぱり今、ですね短期の移動平均線20 m a が上に向かって伸びてきていますよね、で直近で50円目をしっかり守っているというところも含めて、えー、かなり,です、ね、やっぱり強い展開になっているんじゃないかなと思っています。で、MacD もプラス圏入ってきましたし、RSI もね、50を回復して、今からまだ上に上がっていく展開になっているということですので、これは本当に今からですね、まだあの上げていく可能性というのは十分にあって、えー、僕、個人的な予想としては十て、 16は超えてです、ねまあ、22とかですかね、まあ、こういったところも本当にね、あの超えていくような環境っていうのは、ですねこの16ドルさえ抜ければ生まれてくるんじゃないかなと思っています、で、今の移動平均線密集ね、これもう非常に長いですので、密集してから非常に長い期間経っていますので、え次の上昇っていうのは、ですねかなり大きな上昇になってくる可能性が考えられるんじゃないかなと思っています、なので、えまあ、今からですね、徐々に仕込んでいくっていうのも、まあ個人的にはいいかなと思うんですが、まああのリスクを下げたい方は16ドルを超えたところからですね、分割的に仕込んでいけば、えかなり美味しいね、相場が待っているんじゃないかなというふうに 個人的にはは思ってておりまますすとといいうことでで、えー、今日はですね7通貨見ていきました、まあ、ビットコインを、ね、中心に上げている相場ですけれどもその他通貨においても以前から言っている通りですね意識されているラインをブレイクしたところからっていうのは大きなです、ね、買い需要が生まれてくる可能性がありますので、えー、その辺りそれから今移動平均線がね今ま密集していてそこを抜けるのであればそこから分割しながらエントリーしていくというのがですね、えー、一番いい戦略になるんじゃないかなというふうに個人的には思っておりますということで、えー、今日の動画はここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございます